旅人、パイモン、それにシトラリー、ちょうどいいところに来た。隊長の行方が分かったぞ。え、本当か？よかったぜ。実はこっちもさっきオロルンの記憶を盗み見たんだけど、とんでもないことが分かったんだ。あ、いや、盗み見じゃなくて、保護者の許可をもらって。それも違うか。落ち着いてパイモン、私から説明するわ。実は、そうか、地脈を再構築するために古代の非現装置を探していたんだな。彼が動き始めたということは、目的を達成する確実な方法を見つけたに違いない。すぐに止めなければ。その再構築って危ないことなのか？ああ、修復と違って再構築は地脈に現存する全てを捨てることになる。神の心を使う時に支払う代償に似ている。装置が起動したら手の打ちようがなくなる。急いで人手を集めよう。こんな状況だけど、当てはあるのか？キーニチ、シロネンに君たち、それから私だ。他の戦士は皆前線でアビスに抵抗している。それだけかよ。お前は力を失ったんだろ。向こうにはあの隊長がいるんだぞ。シトラリがオロルンをとっ捕まえてボコボコにしてやったらなんとかなるのか？それでも隊長にはかなわないだろうな。それから名園の主の守備網を至急強化しなければならない。シトラリ、集落に戻って加勢してもらえるか？ええ、何を優先すべきかは分かるもの、すぐに向かいましょう。オロルンのことはオイラたちの方で何とかするから、心配しないでくれ。ありがとう、よろしくね。先ほどの話の続きだが、必ずしも隊長を倒す必要はない。私に一つ案がある。少し待っていてくれ。シロネンとキーニチを呼んでこよう。現状オロルンは隊長と行動を共にしている。彼らの計画は止めなければならない。隊長が凄まじい力の持ち主であることは事実だが、尻込みする必要はない。正面衝突を避け、より穏当な方法で解決すればいいだけの話だ。彼らの計画の鍵となるのは非現装置だ。こちらの強みを生かし、手分けして装置を壊せば目標は達成できる。私も一緒に行こう。もし正面衝突が避けられなくなったら、私が隊長の足止めをする。待ってください、それには賛成できません。エンジン様は皆の指導者です。ましてや力を失っている今、足止め役をしていただきというのはいい戦略には思えません。キーニチに賛成、うちらに任せた方がいいって。まずは計画を聞いてくれ。キーニチ、ファデュイの防衛線を正面から突破するようアハウに頼んでほしい。隊長が最前線にいる可能性はない。彼ほどの老練な戦士なら、装置に近い場所に陣取って計画がつつがなく進むよう見守っているはずだ。騒ぎを起こして奴を引き離すということですか？いや、ファデュイの主戦力を正門に集中させるのが狙いだ。こちらは少人数だから、戦力の消耗を抑えるためには敵軍を避けた方がいい。シロネン、古代遺跡の周りに装置に近づくためのトンネルを掘ってほしい。小玉の子の得意技だろ。そうすれば直接装置を壊せる。なるほど。となると作戦の成功はシロネンの手にかかっているわけですね。その通りだ。だから私と旅人もシロネンに同行する。キーニチほど騒ぎを起こすのにふさわしい人材はいない。私でさえあそこまで派手にはかませない。それぞれの役割を果たし、隊長の防衛線を突破しよう。お任せください。了解。
早速行こう。敵陣に入ったら油断しないようにね。あんたが隊長と対峙する事態だけは避けたい。うちらにとってあんたは重要な存在だからね。あんたを失うのが一番やばいの。心遣い感謝する。慎重を期すると約束しよう。ここだ。彼らが作ったトンネルは大勢のファリュイが見張っている場所の向こう側にあるはずだ。周囲の山のどこからでも切り込めるっぽいけど、やぶをつつきたくなきゃ迂回して横から回り込んだ方が良さそうだね。計画通り、正面は俺とアハウにお任せください。山の側面は見張りがまばらだ。兵隊に知らせが渡る前に急いで済ませよう。いけそうか。うん、任せて。中が覗けるぞ。よし、この調子。この先は危険かもしれないから、あんたらは帰っていいよ。あとはうちに任せて。わかった。気をつけろよ。ファリュイが兵力を一箇所だけに集中させているということはないだろう。内側にも守衛がいるはずだ。警戒を怠るな。マーリカが床をぶち抜いたの、すっごくかっこよかったよな。うん、小玉の子でもプロ並みのレベルだったよ。あそこがファリュイのトンネルらしいな。迂回して横から入り込もう。見切りました。加速するよ。高圧となるがいい。逃げられて逃げた。
名園の主の不術。オロルンの仕業か。時間稼ぎが狙いだろう。古の時代の円盤だ。復元してみよう。これらの装置を使って円盤を操作するのかな。試してみようぜ。はありません。出発！ドドン。峠を垂れろ。エミリー、私は帰ってきた。地に偏っててよかった。やっぱり来たな。ほう、エンジンは正面突破を好むたちかと思ったが。問題ない、こっちの方が早い。やめろ。もう遅い。止めないと。声がした。今の甲高い音は何だ。今だ、装置を止めて。オロル、なんで突然。動きが速くなった。オロルンってこんなに強かったっけ。待てだ。がっ、おかしいな。オロルンではないな。お前は誰だ。長官、お前は。私のことを覚えてくださっていたのですね。なんと嬉しい。しかし今は緊急事態に専念なさってください。よし、止まったぞ。
やはりこうなりましたか。一瞬沸き起こった正義感のせいでチャンスを逃す。昔とちっとも変わりませんね。ちょっと待った、声が違うぞ。まさかホロルンのやつ、体を乗っ取られてるのか。他人の生死など度外視し、仲間を見捨ててでも勝利を手に入れればそれでいいのです。きっとこの瞬間のために私はここに戻ったのでしょう。どうか目標を成し遂げてください、長官。こんなところでお前に会えるとは。しかし残念ながら、仲間を見捨てるなど戦士としてあるまじき行為だ。命運尽きた者のことなどお気になさってどうするのです。こやつは間もなく死ぬ、分かっていらっしゃるのでしょう。まともな魂すら持っていないのですから。僕がもうすぐ死ぬだと。先ほどの声が原因か。装置を起動した後、地下から鋭い叫び声が聞こえてきた。なんとも言い難い声だったな。地下に一体何が。ナタの地脈には何か秘密が隠されているのか。本当に死ぬのか。悔しいな。おお、オロルンじゃないか。今日は何が食べたい。浮かない顔をして、まだあのことを気にしているのかい。そんなに落ち込むって知ってたら教えんかったのにな。本当はみんな僕に救世主になってほしかったんだろう。救世主。はあ、聞こえはいいが、そんなもんが世の中にいるもんかね。たとえいたとしても、それがお前じゃなきゃいけないって決まりはなかろう。おや、オロルンじゃないの。お座りなさい。新鮮な果物が届いたのよ。今切ってあげるからね。他に食べたいものはない？ミートローフなんてどう？このところ食材は結構揃ってるから、食べたいものがあったら遠慮なく言ってちょうだい。この前クイミばあちゃんが作ってくれたキノコのスパイス焼きが食べたいな。あら、あれが気に入ったの。あれも実はあなたの料理じゃないのよ。よそから来た商人に教えてもらったの。オロルンは商売に向いてるかもね。商人になったらいろんなところを旅できるもの。商人？オロルンは素直すぎて無感だろう。あら、優しい子の方がいいのよ。私たちのような年寄りを騙したりしないから。救世主なんて存在しないとみんなは言うけど、ならどうして僕の誕生にみんなは可能性を見出した。どうしてみんなに虚しい希望を与えてしまった。自分が犠牲になるべきだなんて思ってないけど、生まれてきたことにはきっと何か意味があるはずだ。僕がみんなにできることは何だろう。もしあの時うまくいったら、世界はもっと良くなったんだろうか。僕の存在意義は。オロルン、何ぼーっとしてるの。宿題は終わった？終わったよ。でもこんな勉強で本当にばあちゃんみたいにすごい人になれるのかな。ふん、無理に決まってるでしょ。君のばあちゃんは普通じゃないんだもの。そこらのシャーマンが一生かけて修行しても、私の足元にも及ばないんだから。なるほど、ばあちゃんは天才なんだね。
そうとも言えるかしら。長く生きすぎたせいで人が学びたがらないことまで身につけちゃっただけかもしれないけどね。女性に年齢を聞くのは失礼よ。どんな場面でもそんな失礼なことしちゃダメだからね。わかった？わかった。別に聞いてないけど。明日は休みにしましょう。遊んでいらっしゃい。宿題はしなくていいの？出世なんてしなくていい。私みたいにすごくなったところで、それが何になるっていうの？部族の人はみんな私を怖がってる。知ってるでしょ？真面目な話をしたって引きつった顔で、ちっとも面白くないわ。楽しく生きるのが一番幸せなのよ。だから自分のやりたいことをやりなさい。人の意見なんて気にしなくていいの。きっとばあちゃんは僕のことを気遣ってそう言ってくれたんだろう。叶わなかったことのために自分を責めたり無理したりするなとばあちゃんはいつも言っていた。けどこれまで僕は無理なんかしたことはない。それどころか無理する機会すらないままに何もかも終わってしまったんだ。おい、また野菜の世話か？水をやりすぎると大根の根が腐っちまうぞ。ミツムシを見ていた。それで何か分かったか？今朝ミツムシが何匹か落ちていた。昨日急に気温が下がったから耐えられなかったのかもしれない。それは気の毒に。今年はミツムシの数が減るかもな。イファ、獣医って面白いか？面白いってもな。そっちこそ野菜の栽培なんて面白いのか？まあまあかな。他にやらなきゃいけないこともないから。それが正解。大半の人はぼーっと生きてる。何かを成し遂げなきゃいけないのはごく少数の人間だ。世の中そういうもんさ。やれやれ、また暴れ出しやがった。おい、部屋に入って手を貸してくれ。獣医は面白くないんじゃなかったのか？知恵と武力を駆使してこいつらとやり合うのだけはなかなか面白いぞ。おっと、まずい、急げ。イファが本当のことを言わなかったのは僕への気遣いか。自分の能力にそぐわないことをしたら死ぬ。それが真実なのかも。不安定な魂しか持っていないのに今日まで生きながらえてきたのはみんなのおかげだ。最初から僕は不完全な存在だった。だから魂の隙間を狙ったあの霊魂は僕の死が近いと言ったのだろう。あがいてどうする。お前のような存在は生まれてきたこと自体奇跡だったのだ。ただ目を閉じて静かに死を待てばいい。君はさっき突然現れたやつだな。俺は戦士だ。お前みたいな臆病者とは天と地の差だな。僕は臆病者じゃない。ただ能力に限界があるだけだ。その通り。だからお前の妄想は笑い話でしかない。無能な人間に世界が救えるわけないだろう。無能な人間、救世主？はあ、聞こえはいいが、そんなもんが世の中にいるもんかね。たとえいたとしても、それがお前じゃなきゃいけないって決まりはなかろう。それが正解。大半の人はぼーっと生きてる。何かを成し遂げなきゃいけないのはごく少数の人間だ。世の中そういうもんさ。楽しく生きるのが一番幸せなのよ。だから自分のやりたいことをやりなさい。人の意見なんて気にしなくていいの。だが
このまま負けを認めたくない。オロルン、大丈夫だ。俺たちに任せろ。毎回みんなが出発した後、僕はその場に立ち尽くすしかなかった。心配するなって、エンジン様のご加護があるんだ。今回も絶対にアビスをやっつけてやるさ。戦闘能力に長けた精鋭たちはみんな前線で戦っている。僕ももっと力になりたいのに。俺たちはみんな、いずれ消えてなくなるが、お前は俺より早く死ぬ。初めから不完全な存在だからな。お前の魂が砕け散ったら、少しだけその体を使わせてもらう。長官に最後の忠誠を尽くしたいのでな。いや違う、理不尽だ。僕はまだ何も役に立つようなことをしていない。このままじゃ死んでも死にきれない。僕は君より先に消えたりしないし、運命を受け入れるつもりもない。こんな時に死ねない。いや死にたくない。オロルン、この声は。意識をしっかり保ち、自分の足で立てると信じろ。きっと大丈夫だ。僕は目が覚めた。オロルンのやつ生きてるぞ。よくやった。本来ならありえないことを君は見事にやり遂げた。ありえないこと。まだ話はするな。体の方に意識を集中しろ。体調がこう出てくるなんてね。オロルンのことを仲間だと思ってるのか。さっきも意識を乗っ取られたオロルンの力を抑えてくれてたよな。だいぶ良くなりました。魂の傷について語るのは難しいが、君は危うく苦痛に飲み込まれるところだった。よく耐え抜いたな。もう大丈夫なようだな。いろいろとご迷惑をおかけして申し訳ない。その話はまた後にしよう。計画は失敗か。あと一歩だったのにな。お前から受けた恩はこれで総裁だ。オロルン、君はあの儀式で犠牲になりたかったわけではあるまい。しかし君は諦めていなかった。自分が何を求めているのか分かっているのか。答えが欲しいのです。僕がここに存在し、みんなに助けられ、優しく手を差し伸べられてきた日々の理由。英雄になる運命を背負って生まれる者などいません。しかし生まれながらにして優遇されるべき者もいません。できたかもしれないのにできなかったことを成し遂げる方法をずっと探しているのです。その答えが出てきたようだぞ。君は私の名を受け継いで、名演の主の英雄として戦うことになる。実に面白い。君は人々が思ってたような人間じゃなかったが、かといって君自身が思ってるような人間でもなかった。まあ自分探しっていうのは私たちの一生の課題かもしれないね。私だってそうさ。
自分が英雄になれるだなんて思いもしなかった。しかし悪知恵ばかり働くなどと言われてきた私だが、結局灘のために命まで捧げることになった。さあ自分の名前を思い出してごらん。そこには一般的に言われるような意味なんかではなく、君自身の崇高さと渇望が込められてる。僕の古名はビディ。献身という意味だ。死ぬために生きていくんじゃなく、君が見つけた答えに身を捧げなさい。その名のために君は力を捧げ生まれ変わる。それによって自身の価値を証明するだろう。全てを見通す者は己の死を予言できたことを喜び宴を開く。今こそ肉と骨と杯を掲げ、力を尽くした英雄の望みが叶ったことを祝して最後の歌を聴かせよう。久しぶりだな、三八。彼を認めてくれたこと感謝する。この時代の5人目の英雄の誕生だ。あなたの計画が一歩前進するところを見られて嬉しいわ。私の声が取り返しのつかない損失を招かずに済んでよかった。誰の声だ？やはり八神が目覚めたか。え？八神って八神の国のあの八神か？私は魂の国を管理する者。わずかな力しか残っていないから、眠ることによって流れているの。だけど今日この装置で呼び起こされた時、本能を抑えきれず声を上げてしまった。魂を震わせるほどの声を。あなたたちの魂は完全だから影響は少なかったでしょうけれど、不完全な彼の魂は強烈な波動により崩れかけていたの。でも彼は自身の意志で魂を守り抜き、なんとか危機を乗り越えた。大したものだわ。オロルンがおかしな行動に出たのも波動の影響のせい？それだけではないわ。影響を受けたもう一つの魂があった。その魂は彼の魂に欠陥を見つけて身を隠そうとしたけど、結局追い出されてしまった。でもナタや八神の国の魂じゃなかったわ。どこから来たのか私にもわからないの。この非現装置は地脈を再構築するためのものだが、起動した結果お前が目覚めたのはなぜだ？なぜなら私こそがかつてナタの地脈、そして八神の国の建造者だからよ。遥か昔、竜と降臨者の戦いで世界の境界線が破壊され、アビスが侵入を始めた。中でもナタの地脈の破損は最もひどかった。ここに住むナタ人を助けるため、八神は古い地脈のかけらを統合し、その脈を再構築した。そうして八神の国は誕生したのだ。その後初代の縁人シュバラン家がその体制を強化し、アビスに対抗するためのルールを制定した。つまり今に受け継がれている半言の歌と非化聖夜の巡礼だ。そうだったのか。そういえば確か天空から力を借り受けたって前に言ってたよな。
この装置は古代の巨竜が地脈の強化を図るべく地脈の中枢へ力を注ぎ込むときに使った装置なの。当時その方法は決して有効とは言えなかったわ。地脈の精巧な構造に比べてあまりに乱暴なやり方だったから。それに地脈の構造は随分前に変わり果ててしまった。その力に耐えられるのはもう私しかいないの。それにやり方は荒っぽいし激しい苦痛に耐えなければいけないけど、少なくとも多少は力を吸収できる。だからこうやって目を覚ましてあなたたちと会話できているの。また少しは力になれると思うわ。例えば自分の存在を完全に消す代わりにあなたたちのために地脈をもう一度再構築するとかね。なんでそこまでしてくれるんだ。私はあなたの民に崇められヤガミという名を与えられたけど、その昔私たちは消え去る前別の名前で呼ばれていたの。天の使いと。あなたたち冒険者にとってより馴染みがあるのは私たちが退化した後の姿、鮮明でしょうね。道理で洗礼があちこちにいるわけだな。ヤガミの国でも突然現れた洗礼がオイラたちを助けてくれたんだ。ナタに残っていた天の使いはもともと数少なく、洗礼もほんのわずかしか残っていなかった。それでもみんな私の周りに集まって人類のために地脈の再構築に力を捧げていたわ。今の人類は日々強く生き、私を信仰してくれている。私はとても満足よ。マービカ、シュバラン家の意志の継承者、そしてナタを導く者よ。数々の誤解はあれど私はついに目覚め、ファデュイ執行官と名演の主の英雄からも力を与えられた。あなたの命さえあれば私は数千年前と同じように自らの使命を果たすために尽力しましょう。ナタの民のためあなたは首を縦に振るだけでいい。さあアビスの災いを乗り越えるため私に命を下しなさい。そうはさせない。大規模な再構築の後君は完全に消え去ってしまう。そうなればヤガミの国を元に築かれたナタのルールも消えてしまうだろう。古い地脈に記録された記憶や伝説も抹消され、ナタ人は様々な精神的な問題、記憶喪失や混乱、認知障害に陥るだろう。神の心を使って魂と記憶で網を編む方法と同じく、この甚大な代償を受け入れるわけにはいかない。代償などよりも命の継続こそが重要だ。もしアビスが暴走してしまったら残るのは死体と廃墟だけなのだぞ。その後はどうなる。新しく構築された地脈が再びアビスに侵入された時、ナタ人はどうすればいい。何を武器に戦えというのだ。ヤガミとルールの庇護を失ったこの地がいつまで存続できる。一日でも二日でも生き延びるだけ意味はある。状況を打破しない限り未来を語る資格すらない。大規模な犠牲を払ってからでないとそのことがわからないのか。犠牲だなんて
俺はカーン・ルイヤの生存者だからだ。アビスがもたらした恐怖と絶望をこの目で見た。え、カーン・ルイヤ？ああ、家族、戦友、同胞、そして故郷までもがアビスの侵略により永遠に消え去った。心に刻まれた傷は500年経ってもなお昨日のことのように生々しい。マービカ、お前も似たような経験をした。俺の言っていることの意味はわかるだろう。ああ、苦痛と後悔に打ちひしがれる日々、今でもあの最悪を夢に見る。もしあの時に戻れたならば、俺は虚しい希望などにすがることなく、どんな手段を使ってでも皆を助けるだろう。その選択肢が今目の前にあるというのに、なぜそれを選ばない？私たちにはその決断を下す権利がないからだ。私たちがこの世界を愛するのは、この世界によって自分たちの幸せや感動が記録され、思想や意志が形作られているからだ。記憶と歴史を手放せば、全ての人の認識は上書きされる。体こそ同じだが、全く別人になってしまうのだ。時が経てば新たな文明は出来上がる。人類を信じるならば、再び新たな繁栄を築けると信じるべきだ。だが、同じ鉄を踏む可能性もある。再びアビスに襲われ、何もかもが徒労に終わるかもしれない。少しいいだろうか。僕はみんなの期待を背負い、それに応えたい一心で焦りを募らせていた。だから隊長の主張する方法こそ全体を視野に入れた方法だと思っていた。しかし命の瀬戸際で記憶の中の人や出来事が蘇り、強烈な願望が湧き起こったんだ。これまで多くの人から恩恵を受けてきた過去を忘れることも、献身という使命を手放すこともできないと。先へ進むか、帰路につくか、どちらにせよたどり着かなければならない場所がある。いつまでもここに立ち止まっていては、いずれ自分が自分でいられる意味を失ってしまう。そうだね。ナタの英雄は自らの命を賭してアビスと戦う意志を示してくれた。彼らの犠牲は次の世代へ送る祝福なんだ。だからこそこの全てに価値があるし、勝利につながってるんだと思う。うちはまだ負けを認めたくないよ。そうだぞ。だってあと一人だろ。装置から得た力のおかげでしばらくは意識を保てるわ。準備を整えてここで待っているから。たとえあなたたちの試みが再び失敗したとしても、一人でも生きて私のところに戻ってきてくれれば、いつでも実行はできる。でも覚えておいて、人類は天上の神までもが刮目するほどの存在。私から見れば、あなたたち一人一人がまるで太陽のように眩しいの。君が皆を救いたいと強く願うのは、この土地の状況が人事だと思えないからだろう。君が救いたいのはこの土地と民、どちらだ？お前の意見が聞きたいみたいだぞ。オロルンが英雄の記憶を受け継いだ今、残るはあと一人となった。もう少し待ってみてもいいだろう。お前の計画が成功するならば、それに越したことはない。それまでの間、俺と俺の率いるファディも協力しよう。感謝する。
これほど影響力のある執行官にご協力いただけるとは、実に心強い。命に対しての君と私の考えが重なることは、おそらく永遠にないだろう。しかし、少なくとも今は肩を並べて戦える。外じゃまだ戦ってるはずだから、早く止めに行かないと。おう、そうだったな。早く状況を説明してやらないと。あ、そっか。外のことは僕たちに任せてくれ。後で競技場で落ち合おう。ここに来る間、いろんな疑問を抱えていたことでしょう。ご褒美に知識をさ、はじめに、あの方たちは名前を呼ばれるのが好きじゃないわ。普通の人間はもちろん、高みにいらっしゃる俗世の七姿勢にさえも、影の身分こそが自分たちには最もふさわしいとお思いなのけれど、私が死の姿勢とお呼びしている方は、ナタのためのルール作りに手を貸してくださったわ。そして彼女の導きのもと、私は八神の国を築いた。それは彼女の愛の表れであり、償いの形でもあった。けれど影からしたら、彼女の行為は常識外れで、至高なる、いえ、天理の機嫌を損ねてしまった。それ以降、死の姿勢は半ば自暴自棄になってしまって、誰に何を言われようとどうでもよくなった。にもかかわらず、彼女の存在を知る人はごくわずかだった。自暴自棄。できれば私がその言葉を使ったことを内緒にしてくれるかしら。体力を温存するために単刀直入に言いたかっただけよ。ここに来る間、いろんな疑問を抱えて。その概念は初耳だわ。地脈を織りなし、想像する力があると言ったわよね。私でさえ無から有を生み出すことはできないわ。再構築といっても、地脈の健全な部分を再利用して新たに組み立てるだけだから。もしナタ人がその力を扱えるようになったら、アビスの脅威に対抗する他の方法が見つかるかもしれないわね。ここに来る間、いろんな疑問を抱えていたことでしょう。テイワットの原初の力である念祖、それをもとに天理が改造した産物が元素力よ。その改造自体、アビスの脅威に備えるためのものだったの。公開の力と人海の力について聞いたことはあるかしら。この線で解釈するのは面倒ね。光を屈折させると7つの色に分かれるでしょ。つまり私たちが虹と呼ぶものね。同じように、この2つの力はそれぞれ古代と現代に属している。そう考えていいわ。ここに来る間、いろんな疑問を抱えて。え、もちろん知っているわ。でも心配はいらないわ。夢の中で彼女たちに会って、必要な準備について教えてあげる。少女？ええ、違うの。ここに来る間、いろんな疑問を抱えていたことでしょう。